吉川圭一の。危機管理指令室。どうもこんにちは。そしてこんばんは。吉川圭一です。ただいまあの5月16日。21時過ぎでございますが。私、保証私、高市早苗先生の講演会を取り、次らせていただいて。 戻ってきたばかりでございます。本日は、あの、そのご報告をさせていただきたいと思います。実は、あの、私は高市先生とは数回ぐらいしかお話ししたことがないんですが、いた時期は違っても、同じワシントンにいた人ということで、まあ、少し、親近感を持ってくださっているのか、あの、 私の本の案内チラシをご自身の政治資金パーティーで配布してくださる。私の本の推薦人になってくださる。今回講演会をお願いしたのも、あのお忙しい中、無理にお時間を作ってくださる。まあ、いた時期は違っても、ワシントン時代から大朝は金ね伺っていたんですが、本当にあの、おっきい方だなと。 思いました,ただあの、ビデオを回さ,せされるのは困るということですので、まあ、これから私が高市先生がどんなお話をされたかということをご報告させていただきます。ですので、これは高市先生のご講演を聞いた私の感想というか、私もは人間ですので、あの高市先生の 言葉通りではないかもしれませんし、高市先生の話の順序を入れ替えることもあるかと思います。まあ、そこら辺、あの、ご了承いただければ幸いと存じます。さて、私はこのチャンネルで繰り返し、私が自分で調べた情報に基づいて、あの、ウクライナという国は2014年ぐらいからグローバリズムの拠点になってしまっている。 それに対して、プーチンさんの方が民族の精神を大事にしようとしてるんじゃないかと。いうことを、あの、申し上げてまいりましたが、高市先生は皆様ご存知のように、ロシアから入国禁止にされたりとか、まあ、ゴリゴリの反ロシア派で現れます。まあ、そこら辺、私とは、あの、少し考えの違うところもあるかとは思ったんですが、 しかしあの、高市先生がおっしゃるのには、例えば日本はロシアから買っている石油というのは、石油の購入量の、輸入量の3.6%ぐらい。天然ガスが8.7%ぐらい。これぐらいであれば、他の中東諸国とか、東南アジアの国、アメリカなどに切り替えることで、なんとか大体が できると。それに対してもし台湾が中国に取られてしまったら、台湾海峡を通る日本の単価というのは日本のエネルギーの9割になっていると。日本という国は生きていかれなくなってしまう。そしてあの、日本や台湾の力だけで 中国と戦えるか。やはり何らかの意味でアメリカや国際社会の協力が必要だと。しかし、アメリカはアフガンから、あの、ああいう形で撤退してしまったと。それは、あの、アフガンに自分で自分を守るという、まあ、力や意志がなくなってしまったからであると。逆に、 NATO 諸国や EU 諸国も、あの、ロシアがウクライナに侵攻するまでは対応が分かれていたけれども、ロシアがウクライナに侵攻して、ウクライナの人々が必死に戦っているということで、まあ、団結して、軍事援助も経済制裁もするようになったと。このように、まあ、日本が アメリカや国際社会から見捨てられないためには、日本が自分で自分を守る機会というのを持たなければいけないのである。それをまあ、示してくれているウクライナの一般の人々。これは日本は応援して、まただ見直らなければいけないのではないかと。いうのが、あの、高市先生のお考えのようでありました。 まあ非常にあの、真面目で純粋な方だなと思いました。あの、今回のご講演でも参加者の方は皆さんマスクをしていただくようにお願いしてくださいとか、いくつかご指示がございまして、あの、本当に真面目で純粋な方だなと思った次第で、まあ、ございますけれども。ただ、私とは違う角度から、 あの戦後秩序がもう限界に来ているということはおっしゃっておられました。ロシア連邦とか中華人民共和国というのは第二次世界大戦が終わった時にはなかった国なんだと。それがソ連とか中華民国の、まあ、後を継ぐような形で、あの、第二次大戦の戦勝国、国連のアンプル常任理事国、 になっている。まあ、そのために彼らは拒否権を持っている。まあ、しかし、今、世界の秩序を乱している、あるいは乱そうとしているのは、この二カ国である。しかし、今回の、あの、ウクライナ問題を見てもわかるように、まあ、この二カ国が、そういう危険なことを始めたとしても、 拒否権を持っているので、まあ、国連は機能できないと。まあそういう第二次大戦後の国際秩序がまあ行き詰まっているという問題意識はやはり非常に強くお持ちでございました。日本は国連で拒否権も持ってない。核兵器も持ってない。資源も輸入国家だ。 この日本を守るというのはもう本当に大変なことであるというふうに高市先生はおっしゃられました。その後あの、私の要望にお答えくださいまして、敵基地攻撃能力に関してお話をしてくださいました。まず、いろいろな誤解があるけれども、 戦後の早い段階で、日本という国が、某国からの攻撃で国民の生命財産に、旧白不正の危機が起きそうである。という時に、日本政府は、座して死を待つべきである。ということまで、今の憲法は要求していないと。とこういう政府見解と、というのは、確立しているのであって。だから、あの、憲法上、 敵地攻撃というような問題がないのであると、このようにおっしゃられました。そしてこの問題に関しては、自民党の中でも全部いろいろな議論があって、例えば作敵地攻撃、日本を攻撃してきた国の、その国の国内にある、まあ、軍事倉庫とか。 そういうものを攻撃するとか、まあ、そういうことでもいいんじゃないかと。いうような、まあ、議論もあったんだけれども、敵の指揮命令系統を遮断するというところにまあ落ち着いて、自分としては、まあ、ほっとしていると。まあ、確かに、今、例えば北朝鮮のミサイルというのは、 地下を動き回っていて、どっから撃ってこられるかわからない。潜水艦から撃ってこられるかもしれない。そういうことを考えると、敵基地攻撃というよりは、この敵の指揮命令系統を遮断するということが、あの、重要なのであって、4月16日に、そこであの自民党から岸田政権に対して、 要望が提出されるとき、敵基地攻撃能力ではなくて反撃能力というふうに言い換えられたわけだけれども、まあ、それでよかったのではないかと。まあ、そのようにおっしゃられました。そして、国際法というのは、先制攻撃を全面的に否定しているのではないんだと。例えば、 石破茂氏が防衛大臣だったときに、まあ、ある国が明らかに日本を攻撃しようとしていると思われる状況で、ミサイルの発射準備に入って液体燃料を注入し始めた。こういうときに攻撃をするというようなことは、少なくとも国際法は否定していないという、 政府見解も果たしていると。しかし、今はそういう時間のかかる液体燃料ではなく、すぐに発射できる固体燃料を、まあ、どこの国のミサイルもの中心になっている。だからまあ、こういう考え方では、日本を十分に守れないわけだ。 そういうこともあって、自分としては、防御的な、あの、攻撃、サイ,まあ、サイバー攻撃というものができるようにするべきなのではないかと、考えている。ということを、あの、高市先生はおっしゃられました。ここで高市先生は面白い話をされまして、 イミアンパク政権時代、韓国に行って、イミアンパク大統領と会談することがあった。まあ、青瓦大以外の場所で会談されたんですそうですけれども、会談場所から出てきて、自分の車を呼ぼうと思ったら、携帯電話の電波が全く通じない。韓国政府の人に、どういうことですかと伺ったら、いや、韓国では、大統領のセキュリティを守るために、 大統領のいらっしゃる場所から1.5キロの県内に関しては電波の遮断をしてるんだということだったんで、まあ、1.5キロをテクテクと歩いたお店があると、まあ、おっしゃられましたけどそれぐらい日本以外の国ではセキュリティということに非常なあの関心を持っているんであると努力をしているのであると日本でも例えば 病院ですとか、電力その他のインフラの会社ですとか、そういうところが攻撃されたとしたら、まあ、今の世の中では国民の生命か関わりはありますよね。あるいは、あの、日本政府の重要な防衛機密が、まあ、盗まれてしまう。ネットを通じて盗まれてしまう。そういうこともあるかもしれない。そういうことがあったとき、 防御的なサイバー攻撃ができる。例えば、日本政府の防衛機密を盗んだコンピューターにマルウェアを送り込んで、データを消去してしまうとか、そういうこともできるようにしなければいけない。そういうことも高市先生はおっしゃられる。 ただ、日本政府がそういうことができるようになるためには、電気通信事業法その他を改正しなければいけない。そうすると、通信の自由を侵されるのではないかとか、検閲はされるのではないかとか、そういう、まあ、不安や、まあ、そういう反対というのは必ず起きるのではないか。まあ、そこで今後そういう法律を 自民党が提出するときには、皆様ご理解とご協力をいただきたい。とのことでした。そして最後に、あの、憲法改正に関するお話をされまして。まあ自分は平成24年に自民党が野党だったときにまとめた憲法改正草案が、まあ、一番好きであると。 例えば、九条、これはまあ、最初の部分を変えないで、しかし、日本は当然自衛権を持つし、それに基づいた国防軍も持つってある。こういうことが書いてある。これも自衛隊と言った方が無難なんじゃないかという意見があったけれども、自分と、あの、佐藤正久先生が頑張って頑張って、国防軍にしたと。 それが受け入れられて嬉しかったけれども。それと、今の法律、今の憲法では、例えば自衛官の人が日本国民の生命を守るために敵国の兵隊を殺したとしても、日本の裁判所で殺人罪で裁かれるような危険があると。そこでこの国防軍の中にも、まあ、独自の裁判所を設置するということも、 書いてもらったと。いうことを、高市先生おっしゃられましたが、この問題というのは、あの、言っている人、指摘している人が多数ではないけれども、非常に今の日本国憲法の問題な部分でございまして、まあそういう細かいところまで勉強して、なんとか直そうとされてる。まあ、素晴らしい方だなと。 というふうに私は思いました。そしてその平成24年の自民党の憲法改正草案の全文の中では日本国民は他国と違う歴史と文化のあるこの日本を守るために協力するべきであるという意味のことが書いてあると。まあ、自分はそれが非常に好きであると。 いうふうに、高市先生は、まあ、おっしゃられました。やはり、あの、先ほども申し上げましたように、日本国民よ。自分で自分の国を守る危害を持て、ということを、まあ、非常におっしゃられたい、だな、というふうに思いまして。まあ、本当に、あの、真面目で純粋で、 素晴らしいお心をお持ちの方だなと思った次第でございますがただ憲法の改正というのは非常にハードルが高い衆参両院の総議員の3分の2がなければいけない例えば自分はイラク特措法の時イラクに持っていく兵器はどういう兵器がいいかとか そんなことまであの、公開の委員会で討論されていて、これはあの、派遣する自衛官の方々を危険にさらすんじゃないかと。秘密会にできないのかと。考えたけれども、やはり、あの、今の法律では、委員会を秘密会にするのにも3分の2の多数が必要ということで、まあ、そうはならなかった。 まあそれぐらいこの3分の2の多数というのは大変なものだったと。ましてあの野党の方々との今までの話し合いの積み重ねのために憲法というのはあのパッケージで改正することができないで条文ごとに改正しないといけないことになっている。やはりあの非常にハードルの高い難しい問題だと。しかし自分は諦めないで コツコツやっていくつもりなので、ご理解とご協力をお願いしたい。と、おっしゃられました。まあ、私とはロシア情勢その他に関して違う部分もございますけれども、しかしもう本当に、あの、真面目に、純粋に、日本国民よ自分で自分の 各国と違う歴史と伝統を守る。あの、そういう立派なお考えを、まあ、お持ちの先生で。まあ私も一刻も早く総理大臣になっていただきたい。そのために私にできる応援は何度もさせていただきたい。そのように思った次第でございます。 ところで、あの、本日の講演会とは少し違う話になりますが、私は昨年の夏に高市先生が自分が自民党総裁選挙に出たいとおっしゃられ始めたとき、この人はもしかして、アメリカに頼まれて、まあ、菅さんに代わりたいんじゃないかというふうにちょっと考えてた時期があるんですが、それは違うのかなと。まあ、私個人の考え方ですが、 高市先生はむしろ今、ワシントンとの間には少し距離があるのかな、というふうに思うようになりました。というのは、確かに、ワシントンに多くの友達がいそうな、河野太郎、林吉正、武木義敏光、といった人々が、親中派だからであります。それに対して高市先生は、筋金入りの、 中国派ですよね河野太郎、林義政、茂照利光といった方々は、私もワシントンにいた関係上、少し様子は分かっているんですけれども、ワシントンの官僚、まあ、それは国務省、その他の政府の官僚だけではなく、民主共和両党の政策専門家ですとか、そういう人々も含めて、 ワシントンの官僚との結びつきが強いんではないか。このように私は考えております。そういう学校の勉強ができただけの人たちと言ったら厳しすぎるかもしれませんが、そういう方々が頭で考えると、中国とうまく商売をやっていけば、中国は自然に安全な国になってくれるのではないか。まあ、そういうふうに、 まあ考えてしまうのではないか。それであの三人もそれに影響されて親中派なんじゃないか。このように、あの、私は見ておるわけでございますけれども。しかし、現実というのはそういうふうになっていませんね。どれほど経済的な、国際政治学の世界で相互依存関係と言いますけれども、そういうものが深まったとしても、 中国は、やはり、あの、日本その他の国にとって、危険な国であり続けていますよね。理屈で考えたらそうかもしれないけど、現実は違うじゃないかと。本音と建前って違うじゃないかと。さすがにあの、関西ご出身だけあって、そういう、まあ、本音で人間は生きていくべきだと。 というお考えを非常に強くお持ちだなと。いうふうに、あの、私、本日も拝察いたちまして。で、まあ、繰り返しますが、本当に、まあ、素晴らしい先生だなと。ぜひ、あの、早く総理大臣になっていただきたいなと。私も自分にできる応援はさせていただきたいなと。 思った次第であります。この動画をご覧になってくださった皆様も、まあ、どうか高市先生を応援していただければ、私も嬉しく存じます。これからもこのような話をしてまいりますので、ご興味を持ってくださった方は、吉川慶一の危機管理指令室を今後ともよろしくお願いいたします。 本日の話は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。失礼します。